ついに、最上型護衛艦が VLS 装備のため、改造という情報を入手したよ。最上型護衛艦に念願の VLS 装備だな。今回はそんな最上型護衛艦への、後日装備のはずだった VLS について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の防衛を考える上でのガイドラインになっているのは、安全保障政策の基本指針として定められ、時の政府閣議決定で進められる国家防衛戦略で、2022年12月に最新版の策定が行われたんだって。国家防衛戦略はそれ以前までは防衛計画大綱と呼ばれていた文書で、2022年末に現在の名称に変更になったけど、その内容は最後だった2019年度以後の防衛計画大綱の骨子をそのまま引き継ぐ形になっているみたい。その国家防衛戦略の中では、海洋国家として日本を防衛する中心に海上自衛隊を置いているようで、4個護衛隊群、2個護衛艦掃海艦艇部隊群、6個潜水隊、哨戒機9個隊をその戦力の中核部隊として位置づけているよ。それらの部隊に属する具体的な艦艇数の内訳だけど、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻体制が明示されていて、それ以前と比べると最後の哨戒艦という艦種が新たに追加された状況と言えるようだね。護衛艦54隻、潜水艦22隻体制は2014年度以後の第25期防衛計画大綱から継続されているもので、その前の2011年度からの第22期の同護衛艦48隻、潜水艦は同数と比べると体制増が打ち出されたものになっているんだ。そんな海上自衛隊艦艇の中では造成基調にある護衛艦だが、2024年時点でイージス護衛艦 DDG 8隻、ヘリコプター護衛艦 DDH 4隻、以下汎用護衛艦 DD 等が装備されている状況になるぜ。2023年度からの防衛予算案増額に伴い、護衛艦の中で最も高額なイージス護衛艦2隻の新規建造が決まっていて、日本独自のイージスアショア代替目的のイージスシステム搭載艦2隻の建造も予定されているな。一体いくらお金がかかるんだろうね。こうした状況下で数の上で今後の海事艦艇の中核となると見られているのが、2022年春から収益を開始した最上型護衛艦で、直接的には阿武隈型護衛艦 DD 代替目的で配備が始められた艦艇だよ。最上型護衛艦の基本仕様は、基準排水量3900トン、満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル、最大幅 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの艦隊で、海事艦艇としては初の艦式号 FFM が付与された艦としてもよく知られているよね。この最上型護衛艦新造にあたって付与された新たな艦式号である FFM について説明すると、艦艇の規模を表すフリゲート FF、多用途、対機雷戦闘を表す M から命名されたと言われていて、汎用性の高い水上戦闘艦を目指していることが伺えるらしい。最上型護衛艦は、機関構成として CODAG 方式を採用、ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジン2機を組み合わせていて、最大出力7万馬力で最高速度は30ノット以上と公表されており、低燃費と高速性能の両立を図っている艦ということだろうな。兵装としては、62口径5インチのマーク、45を主砲として1機、マーク、41型 VLS を1機16セル、近接防空用 C ラムを1機、対艦攻撃用としては国産の17式 SSM4 連装発射筒を2機、324mm の3連装単魚雷発射艦を2機などの装備が前提となっているぜ。フリゲートは他国の排水量で言えば4000トンから5000トン台の同クラスに分類され、主兵装である VLS 垂直発射艦を32セルや24セルなど装備していることと比べると、最上型護衛艦の兵装は比較的抑えめと言えるかもしれないな。しかし最上型護衛艦最大の特徴は、その外観から容易に想像できる高度なステルス性能であり、艦橋上部に複数のレーダーやセンサ類がきれいにまとめられ、敵のレーダーへの反射断面積低減を強く意識していると見て取れるよ。それだけではなく、最上型護衛艦は消費とかにも注力されていて、
定員の乗組員数は約90名とされており、同艦が大体対象とした阿武隈型護衛艦は120名だから、25% も乗組員数の削減を実現した艦艇になっているんだ。さらに最上型護衛艦は満載排水量5500トンもの大型水上戦闘艦なのに、従来はもっと小型の専用掃海艇が担当してきた対機雷戦闘を行う能力も与えられているから、コンセプトの多用途性の実現が図られていると言えるんじゃないかな。この対機雷戦闘用として最上型護衛艦には、専用の対機雷戦用の9991ソーナーシステムを実装しており、また無人機である機雷排除用の水蒸気 USB と機雷捜索用の自立型水中高層式機雷探知機 UUVOZZ を運用する能力も備えているらしい。敵の散布した機雷を取り除く機能に加えて、最上型護衛艦は簡易型の機雷敷設装置を実装するので自身が機雷敷設もできるようになっていて、有事の際には対象となる海上封鎖にもその能力が期待されているわけだ。数々のこうした新機軸の導入によって多用途な水上戦闘艦として、これまでの海上自衛隊の艦艇にはない機能を実現させた最上型護衛艦だが、阿武隈型以後の初雪型や朝霧型の DDO も全ての代替となるべく22隻という、大量の建造も考えられていると推測された時期もあったようだな。特に2018年度に出された関係文書の中には、最上型護衛艦は2018年度以後2037年度までの間に総数22隻を建造し、各々の艦艇を建造から40年間維持運用するという記述があり、前述の推察が現実味を帯びていたらしいぜ。しかし2023年1月末、防衛装備庁が最上型護衛艦の次級となる新型 FFM の企画提案を行う事業者を募る工事を行ったんだけど、同艦の建造は2023年度分までの累計12隻で終了することが明らかになったね。ここで防衛装備庁は新型 FFM を2024年度分から10隻新造する方針を示していて、さらに同年8月末には新型 FFM の建造を2024年度から2029年度までの6年間で総数12隻とすると発表したんだ。この方針変更の理由は現行の最上型護衛艦の使用に不十分な点があると判断したせいだとは説明されていないんだけど、日進月歩を続ける軍事技術の速度に対して、既存艦を22隻も建造を続けることに疑義が生じたと見る向きが多いみたい。さてさらに新型の FFM 建造計画も動き出した中で、既存の最上型護衛艦は6番艦アガノがすでに2022年末に進水を終えており、2024年3月には実戦配備される予定で、そして7番艦に淀と8番艦雄別も寄港されているよ。ちなみにこれらの艦名は日本の河川に由来しており、仁淀は仁淀ブルーが有名な四国の川であり、湧別は北海道の湧別川だな。残る4隻の最上型護衛艦も計画通りに2023年度計画で2隻、2024年度計画で2隻が建造予定で、2025年度分以降では2隻の新型 FFM の建造費用として1747億円を予算要求する予定らしい。このように最上型護衛艦の建造が続く中で、2024年3月6日に海事の幕僚長が行った記者会見で同艦の主兵装であるマーク41型 VLS について、1番艦最上から10番艦までの10隻に新造時に装備されないことへの質問が飛んだよ。最上型護衛艦の主兵装であるマーク41型 VLS 1機16セルは、10番艦までは建造時には実装されず後日装備という対応が続けられていたためで、一部の SNS 上ではこの事態を憂慮して、最上型護衛艦の戦闘能力を疑問視する声も上がったほどなんだ。最上型護衛艦のマーク、41型 VLS 1機16セルについては、運用すべきミサイル選定に時間がかかるとして今日に至るまで実装されていないが、予算は2024年分まで調達が組み込まれているぜ。前述の幕僚長はこの質問に対し、最上型護衛艦へのマーク、41型 VLS 1機16セル装備についての時期の明言は避けたが、
予算は確保済みだから然るべき時期に部隊運用に支障が生じないタイミングで実装すると返答したらしい。折しもちょうどオーストラリア海軍が、既存のドイツ MEKO200 型フリゲートをベースとした、同海軍のアンザック級フリゲートの代替艦の候補の一つとして最上型護衛艦を挙げたこともあって、世界でも注目されているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。